ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、なんだか今話題の彗星があるらしいじゃない。話に聞くと、記録更新らしいな。直径はハレー彗星の14倍だぜ。今日はぜひその話を聞きたいわ。じゃあ今日は、過去最大級の彗星、ベルナーディネッティ・バーンスティン彗星について解説していくぜ。それでは今日も、ゆっくりしていってねー。まずは彗星について軽く説明していくか。そうね、事前知識の復習って大事ですもの。彗星っていうのは太陽系小天体の種類の一つだ。主に氷や塵でできていて、太陽に近づき一時的な大気のコマを生み出す。コマってどんな？彗星が太陽に近づいていくと、太陽から放射される熱によってその表面が蒸発し始めるんだ。それに伴って発生したガスや塵は非常に大きく、極めて希薄な大気となって核の周りを球状に覆うんだぜ。これがコマだ。それに加えてイオンの王を生じる天体が彗星だぜ。確かに彗星って天体から何か漏れ出してるようなイメージあるわ。見た目がほうきに似ていることから、日本ではほうき星なんて呼ばれているぜ。ゲームやアニメ、ミュージックなんかにも使われているわよね。ミスチルがほうき星って曲も出してるし、バンプオブチキンの天体観測って曲にもほうき星が出てくるな。見えないものを見ようとして、望遠鏡を覗き込んだ、あの名曲ね。おいえい、あーん。それじゃあ、そろそろ今日の本題に行きましょうか。よし、それじゃあ今日紹介する彗星は過去最大級の彗星、ベルナーディネッティ・バーンスティン彗星だぜ。2021年に、ダークエネルギーサーベイ計画で撮影していたアーカイブ画像から発見されたんだ。オールトの雲から飛来してきたと考えられていて、分類としては長周期彗星になるな。オールトの雲ってどこよ？オールトの雲は、太陽系の外側にあると考えられている理論上の天体群だ。2022年の時点で存在は発見されていないが、完全に否定できる証拠もないというのが現状だな。その存在が提唱された理由としては、オランダの天文学者ヤン・オールトが、1950年に長周期彗星や四周期彗星の起源としたことが由来になるぜ。約70年前に提唱したのに未だに発見はされていないのね。まあな。一応、発見できれば将来的には太陽系外縁天体とみなされると考えられているぜ。あった方が素敵だけどね。少なくとも彗星があるんだから、何かしらの存在はあるはずだぜ。さて、話を戻そうか。ベルナーディネッティ・バーンスティン彗星は、2014年10月10日から2018年11月26日までの期間に撮影した、42枚の画像から検出されたんだ。この時は22等級の天体として報告されていて、彗星かどうかはまだわからなかった。画像の検証を続けた結果、この天体が映った画像には長い観測弧があり、天体が太陽へと接近している放物線に近い軌道をしていることが明らかになったんだぜ。この時点では彗星かどうかは不明だったわけね。そうだな。ただ、この軌道の時点でオールトの雲を起源としていることは判明していた。1枚目の画像では、南天の星座である彫刻室座の方向にあり、その距離は海王星とほぼ同等の 29AU 離れた位置で映っていたんだ。かなりの距離ね。見かけの等級は22等級で距離に比べて明るいことから、その角は直径 100km はあることを示唆していた。これはオールトの雲を起源とする彗星の中では、最大級規模の大きさだったんだぜ。それじゃあ、天文学者からの注目もすごかったんじゃない？もう世界中の天文学者から大注目だ。2021年6月19日に小惑星センターで発見されて、2014UN271 という小惑星としての仮符号が指定されたぜ。発表後に行われた追跡観測では、2014年10月10日以前に撮影された画像からも検出が何例か報告されたんだ。それじゃあ、初めて検出したのは2014年ではなかったのね。ああ、最も古い観測記録は2010年11月15日に撮影された画像だったんだぜ。この画像はパラナル天文台のビスタ望遠鏡が撮影していて、撮影当時ベルナーディネッティ・バーンスティン彗星は太陽から約 34.1AU 程度離れていたんだ。それじゃあ、その間にも AU は近づいていたってことなのね。ラスクンブレス天文台の望遠鏡で観測したティムリスターと、スカイジェムズリモート望遠鏡で観測を行った、ルカ・ブッティによって初めて彗星活動の報告があったんだ。観測では予想されていた明るさよりも、1等級明るく見えて幅が最大15秒角に達して見える、非対称なコマを持つことが判明したぜ。この観測を行った時には、彗星は約 20.2AU まで近づいていたんだ。どんどん近づいてくるじゃない。一体どこまで近づいてくるのかしら。その話は軌道の話をするときにまとめて話す予定だから後でな。
ティムトルカの発見後、水星活動の検出を小惑星センターの方でも確認されて、2021年6月24日、正式にベルナーディネッティ・バーンスティン水星と名付けられた。ここで初めて水星として扱われるのね。水星のコマの存在はもっと前の画像からも確認できたんだけどな。2017年にダークエネルギーサーベイが撮影した画像では、約 25.1au 離れた位置で確認された。ダークエネルギーサーベイが大活躍ね。他の観測方法でもコマの存在は見つかっているぜ。2018年9月時点で、NASA のトランジット系外惑星探索衛星のアーカイブ画像分析では、約 23.8au 離れた場所で43秒角に及ぶ広大な拡散状のコマを持っていたことが確認されているんだ。そして、2019年にパンスターズ1望遠鏡による画像から、22.6au の位置でそれぞれ確認できている。今は2022年だけど、何か活動はしているのかしら？2022年1月にハッブル宇宙望遠鏡による観測が行われているな。それじゃあ、結果が楽しみね。それとこれだけ太陽との距離が遠いにもかかわらず、水星活動が観測される例は稀なんだ。人類の歴史の中で約 27.2au のヘールボップ水星、約 25.8au のボアッティニ水星、そして約 24au のパンスターズ水星の計3例のみになる。2022年時点で、この3例に追加でベルナーディネッティ・バーンスティン水星が記録に入り、水星活動が確認された最遠の水星となっているぜ。さすが、過去最大級の水星ね。今はどのあたりにいるのかしら？2022年の時点では天の赤道よりも南側で設計マイナス47度に位置しているぜ。天の赤道は、地球の赤道面を天球にまで延長し、天球上に交わってできる大円のことだったわよね。ああ、恒星や惑星の天球上の位置を決める基準となるんだぜ。南半球からよく観測できるそうだが、近日点に到達しても水星の活動が活発になるうち太陽系に入ってこないことから、冥王星の衛星カロン程度の明るさになると考えられているんだ。カロンの明るさは 16.8 等級になるぜ。だからある程度、望遠鏡の口径には気をつけないといけないな。どのぐらいの口径がいるのかしら？仮に冥王星の明るさまで達したとしても、視覚的に観測するには口径 200mm の望遠鏡が必要だと考えられているな。だから、実際にはそれ以上の口径が必要なんじゃないか？結構お値段するのかしら？そこそこな。要検討ね。ベルナーディネッティ・バーンスティン水星活動の変遷は、2023年からチリで稼働する予定のルービン天文台にて観測される予定だ。天文台には口径 8.4 メートルの可視光赤外線望遠鏡を用意しているぜ。天文台の名前の由来は、アメリカの天文学者ベラ・ルービンから取られている。新しい天文台で観測だなんていい結果が期待できそうね。それじゃあ次は、水星の核について解説していこう。過去最大級の水星ってことは大きいのよね。海外のメディアではメガコメットと呼ばれているぐらいだ。2021年にアタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計によって行われたマイクロ波熱放射測定から、ベルナーディネッティ・バーンスティン水星のコマからの熱放射を無視できると仮定したとき、核の直径は 137km 前後であると推定されたんだ。なんだか難しい横文字がいっぱいね。すごく簡単に説明すると、電波で温度に依存する電磁波を調べたんだ。この予想は熱物理モデルからの理論的結果と一致していて、観測で核の周りに過剰な熱放射を検出されなかったことで正当化された。観測結果からベルナーディネッティ・バーンスティン水星は、オールトの雲を起源とする水星の中で、2022年現在最も核が大きいことが明らかになったんだぜ。普通の水星と比べるとどのぐらい差があるのかしら？オールトの雲を起源とするほとんどの長周期水星の核は、1km から20km の範囲内とされていることがほとんどだ。他の水星で特別大きい核を持つ水星として、100km の1729年の大水星や、96km のリニア水星があるぜ。37km も記録を更新したのね。厳密には 215km と推定されるキロン水星もあるんだが、こちらは小惑星としても扱われていて、水星活動も起こす小惑星ということで除外されているな。軌道もケンタウルス族で、オールトの雲を起源とするわけでもない。天体のリストには小惑星と水星どちらでも載っているぜ。それじゃあ、条件外ってことね。ベルナーディネッティ・バーンスティン水星も、その核の大きさから準惑星に分類されるのではといった主張もあったんだ。ただ自身の重力で球状になれる条件が、最低でも直径 400km から 1000km なので、核の大きさが 137km 前後のベルナーディネッティ・バーンスティン水星は大きく下回っており、準惑星には分類できないとされているぜ。
あと3倍ぐらいは大きくならないといけないのね。他にも理由があって、水性核は通常密度が 1g 毎立方メートル未満と低く、固体で分化している内部構造を持つ純惑星とは対照的に、多項的な内部構造になっていることを示しているぜ。水星の内部構造は、スポンジとか炭みたいな感じってことかしら？そのイメージで大丈夫だ。ベルナーディネッリ・バーンスティン水星の軌道だが、普通の天体の軌道とは違って2種類あるんだ。太陽系の惑星のある領域からある程度離れているインバウンドと、惑星のある領域から十分に離脱したアウトバウンドの軌道だ。どちらも離れていることに変わりはないんだが、近づいている時はアウトバウンドからインバウンドへ、太陽系から離脱する時はインバウンドからアウトバウンドへ移行する感じだな。どうして軌道が2種類あるのかしら？惑星からの引力で水星の運動が乱れてしまうからだな。この運動のことは赤道とも呼ぶんだ。赤道の影響を考えると、インバウンドの領域だけで定義された軌道は間違いの可能性がある。だからインバウンドだけではなく、アウトバウンドというもう一つの軌道を計算したんだぜ。軌道の計算って難しそうだけど、バッチリできたのかしら？ベルナーディネッリ・バーンスティン彗星は、複数回の観測で数年分の観測後把握しているから軌道に関してもバッチリだ。すごいわね。まずはインバウンドの軌道から解説していくぞ。遠日点距離は 39.3au 程度、軌道長半径は約 19.6au だ。公転周期は約275万年となるな。公転周期がとんでもないわね。アウトバウンドはもっとすごいぞ。遠日点距離が約 54.3au で、軌道長半径が約 27.2au だ。公転周期はなんと約447万年という途方もない時間になるぜ。それじゃあ、近日点近くを通っている時代を生きている私たちは、とっても幸運だったのね。天体に関しては、本当に時代の巡り合わせっていうのがあるよな。ベルナーディネッリ・バーンスティン彗星が近日点を通過するのは2031年1月23日頃、太陽から約 10.96au 離れた位置になるぜ。その後同年4月5日頃には地球に再接近し、その距離は約 10.1au まで近づくとされている。その後はどんどん離れていき、アウトバウンドの軌道に移行していくぜ。約 10.1au っていうとどれくらいの距離なんだろう？1au が地球と太陽の距離なんだが、10au だと地球から土星までの距離くらいだな。距離で言うと約15億キロメートルだぜ。天王星よりも近くなるって考えるとすごいわ。2031年が楽しみね。実はベルナーディネッリ・バーンスティン彗星は、新しい彗星であることも判明しているんだ。彗星は近日点を通過するにつれて、彗星活動の影響で質量と揮発性成分を定期的に失う。時間が経過するにつれて、大きさや明るさが徐々に弱くなっていくんだ。その現象を考慮すると、この彗星は新しい彗星であることがわかるぜ。なるほどねー。近日点に届くまで、まだまだ時間があるけど探査機を飛ばしたりはするのかしら？2022年の時点では予定はないな。ただ、彗星へ向かうフライバイミッション自体の検討はされているらしく、到達までの計算はされているぜ。複数の計算方法で考えられているが、その全てで彗星が太陽から約 12au 離れたところで、2033年8月までに宇宙探査機を到達させることができるとされているな。やっぱり探査はしたいわよね。他にも木星からのスイングバイを利用した、フライバイミッションが方法の一つに挙げられているな。どちらにせよ直接探査することができれば大ニュースだと思うぜ。過去最大級の彗星、ベルナーディネッリ・バーンスティン彗星に関してはこれで以上だぜ。過去最大級の名にふさわしい彗星だったわね。望遠鏡を買うのを検討したくなっちゃうわ。彗星ですら珍しいのに若い最大級の彗星だからな。見逃してはないぜ。あと数年したらフライバイミッションが出てくるかもしれないし、情報のアンテナは常に張っておきたいわね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。